い、シロック版です。今日はですね、PS ですね。はい、PS 実機でですね、黒の剣のね、続きやりたいと思います。はい、はい、はい、これですね、続きですね。はい、男性の主人公の話になってたと思うんで、その続きになります。これですね。あれだな。これね、前の時にちょっと動画で撮れなかったんですけど、ここのね、屋敷の一番長のね、長老みたいな人にちょっと頼まれ事があったんですよね。言われて、この人に。でもそれがちょっとね、ボスを倒してほしいっていう、言われたんですよね。だからそのボスを倒しに行くっていう話になっていくんですけど、はい。ボスを倒せば、バルなんとかロッサーの町の通行証がもらえると。だからまずボス倒しに行かないかんと。はい、お使いですね。お使いイベントですね。三日月。はい、一発で倒せるな。ここですね。ここに。つうか、いきなり倒せんのかどうかわからんけどな。あれ、あ、そう、いけるな。そう、ここに、そう、ここに戻って、この前回ね、クリアしたダンジョンみたいな感じですけど、ここにボスがいるらしいんで、そのボスをね、見つけて倒すと。どこにいるかわかんないですけどね。どこまでまた行かなあかんのかな、これ。お、ガードされたやん。見倒した。このゲームもね、必殺技、あ、宝箱ある、薬草、必殺技使って技が減ったりはするんですけど、戦闘ごとに回復するんで、はい、そこはありがたいですね。先ほどやったセーラームーンアナザーストーリーと同じシステムですね、そこは。これ全体1グループの攻撃できるの？この方がいいな。1体だったらこれでいいけど。あ、レベルアップした。薬草いっぱいあるからね、多分いけるんじゃないかって気がするしますけどね、ボス。どこにいるんかな。
コムゲームね、ちょっと攻略サイトを見たんですけど、どうやらたった2人だけのパーティーだらしいですね、ずっと。あの、もう一人の、あ、これか。もう一人の女性の主人公とこの2人だけの旅らしいですね。だから他、その他に仲間にならないっていうことらしいです。もう完全に2人の旅、2人旅で。珍しいですね、2人だけのパーティーの RPG っていうのはね。あ、毒食らった。毒消しみたいなの持ってたっけ。あ、逃げたんじゃん。逃げたな。毒消しあったっけな、持ってたっけな。うお、めっちゃ強いやん、俺。もう70、ちょっと待って、道具使わないと。あ、毒消し一応あった。よかった。こいつがボスなんちゃうのかな。こいつを倒しに行くってことか。よし。よし。じゃあ戦ってみるか。これがボスですね。カイエス。あ、カイエスはあれか、主人公の名前。三日月でいいんちゃうの。あ、まあまあ強いな。あ、もう使えないのか。雑魚で使いすぎたんや、技を。強いな、結構。うお、強っ。90いくら食らったやん。よし、ガードした。これね、ターンが進むごとにだんだんマッチポイント回復していくんですよね。うん、それで回復していくっていう感じでね、ある程度回復すれば技使えるようになるんで。強いな。でも10個も薬草あるからいけると思うんですけど。いや、攻略サイトではレベル上げてから戦えって書いてあった気がするけど。いけそうな感じしますけどね。回復まだいっぱいあるし。結構ガードしてくれてるな。おお、倒せたやん。はい、薬草を得た。これどこなんやろな、これ。森の島、はい。え、棍棒を持った大きな魔物が浅瀬にいた。それってシートロールですよ。あー、多分私たちはこの島から出ているのを待ち構えていたんだと思います。危ないところを助けてられたみたいですね。この俺はいつか必ずいたします。この調査が済んだら谷間の遺跡に向かう予定です。湿原の北にあるのですが。え、知ってるって。あなたあそこで何をしてたんですか。なるほど、怪我の治療を。呪い師が。変だな、あそこには誰も住んでないはずなのに。まあ、大方家を失った流浪の輩が住み着いたのでしょう。全く貴重な文化遺産だというのに不届きな。ここにあると言われる洞窟は昔近隣を治めていた少領主が隠れ住んだ場所だ。
古文書によると病病が、それ薬病が流行り、隠れた 人は全て死に絶えたらしい。その時領主は溺愛する娘を疫病から救うため永遠の眠りにつかせたという数百年前の話だ。眠りの姫が目覚める時、洞窟へ入り口が開く、森の精霊と契約によってとあるが、古文書の通りだとすると眠り姫は洞窟の中にいることになる。そいつを起こさないと洞窟が開かないっていうのなら手が出せないよ。これいまいち意味わからないな。ここまで来ればなんとかなると思ったのに、洞窟なんかどこにもないじゃないか。これだけ。まあでも一応さっきのね、貴族の館の指令はそのさっき言ったシートロールを倒せっていうのが命令だったんで、まあそれ倒したからいいんじゃないですか。これで戻ってあの バルロッサの町の通行証をもらえばいいわけですから、それが目的なんでね。まあちょっとしたお使いだったってことですね。もう回復してますね、マジックポイントね。あ、間違えた。なんで防御してもらったん。はい、うわ、80も食らった。めっちゃ強いな。この亀めっちゃ強いですね。通常攻撃って60何歩食らったりしたことあったから。あ、毒もやってくるし。こいつ結構強いな。硬いし。やばい。危なかったな、おい。3体いるとちょっと強いな、さすがに。間違えた。あ、なんで通常攻撃したんか分からんけど。はい。結構強いな、こいつ3体出てきたら強いですね。この宝箱も全部取ってるから、あ、こいつはそんな強くないな。一番弱いから、これで十分でしょ。1グループだけど1体ずつに分かれてたんや。三日月の方がいいな、一発で倒せるな。このダンジョンはそんなにね、適当に行っても全然帰れるから、はい。もう街に入ったのかと思ったら敵が立ったんかい。うわ、多いな。これ敵、あ、なんでまた防御してもらったん。逃げたみたいだな。はい、町に入ったのかと思ったら敵だったんだよ。はい、ここでなんか武器とか買ったらいいって言ってた気がするけど、ここじゃないな。武器屋がどっかにあるんですよね。装備をここで整えた方がいいって攻略サイトに書いてたと思うんですけど、松本さんの話聞いてないですけどね。偉いやつに考えたことはわかんねえや。看板見たか、超ムカつくぜ。これか。運行の禁止する、苦情は町長まで。何やそれ。ほら、ここは近寄るな。ここか、武器屋。
敵だいぶ倒したから金はあると思うんですけど、一日中5割引きなんだ。ああ、それは得やね。とて痛みのお供に防具枠はただいまお買い得か価格実施中です。一応買っとくか。660もあるんか。はい、これも買っとくかな。あ、ブロードソード買えるやん。はい、装備ハイエスの刀。あれ、ブロードソード装備できないのか。あたあたか、そうか、できそうか、これか、選ぶんやな。48でしょ。ロングソードが75です。ブロードソードめっちゃ強いやん。ブロードソードの方が。防具は多分さっき今買ったやつ、防具はあれか、女の子が装備するやつかもしれないな。すみません、町長は貴族の屋敷にご機嫌伺いに行ってます。港の若い衆の抗議に耐えかねて逃げ出したとの噂もありますが。村長の家なんここ。おじちゃん強いでしょ。だってかっこいいもん。なるほど。聞いてくれ。わしは見たんじゃ。黒い髪の黒い人の娘を。うちの嫁に話しても信じてくれん。まあ、あの主人公のことですね。あのおばあちゃん、すっかり常連になっちゃった。おいおい、通してくれよ、おい。はい。この間、ここで黒髪の異国の女を見かけたな。うん、ありゃいい女だったぞ。ベロベロ酔ってなきゃ。くどいてたのにな。惜しいとこだったしたぜ。そういえばあの女、バルクローさんの町行くとか言ってたから、通行証はもらえたのかな。あれは町長が発行してるはずだが。いらっしゃい。店はしけてるけどお酒はうまいよ。港が閉鎖されたみたいでみんな荒れてるの。絡まないように気をつけてね。絡まれないようにか。兄貴の言うセリフには人生があるぜ。楽あれば苦あり、人生万事。読めないな、おい。船がダメなら陸で暮らせばいいってもんよ。これはいい、縁起がいい。先に茶柱が立っとるわい。これはさっき聞いたな。はい、森の島なら湿原の東になります。本当に森しかない、何もない島ですよ。うん、さっき行ったとこですよね。うん、ここは何や。父ちゃんお小遣い取られちゃった。貴族の屋敷で保管されていた宝石がいつの間にか偽物にすり替わってたそうだ。用心棒は賊を取り逃したって言うし、踏んだり蹴ったりだな。いい君だぜ、へへへ。道具屋かな、これ。道具屋っぽいな。魔物の中には剣の攻撃機関のやつもいます。魔法のかかった剣を使うか、魔法使いにエンチャントしてもらわないと倒せません。この国で旅を続けているのなら、魔法使いを仲間にされたらどうでしょうか。仲間っつってももうその主人公の女の子しか仲間にならないからね。まあ確かに魔法使い系やからいいけど、道具が入り用かい。何にするね。うん、まあいっぱいあるからいいですよね、これは買わなくても。あ、ここ宿屋か。宿屋なんやね。まあ一応寝といてもいいか。ボスと戦ったし。いや、気持ちいいね。幸せだね。二日酔いが治った時の気分って。
いや最高、これを味わいたくて酒飲んでいるようなもんだよさ。今夜も飲むぞ。いや面白いですねこのゲームね、うん、一応隠れた名作って言われてるらしいんでね、やっぱさすがに、さすがですねそこはね。ちょっと待った、ちょっとね、一つまだ行ってないところがあったんです、忘れてましたけど、あと一箇所まだ入ってない家があった。はい、ここまだ入ってなかったですね。あら素敵なお方、あんた強いんだね。あー大した情報じゃなかったな、つうか通してくれないでしょ、俺当選簿されるし、これファイナルファンタジーみたいに当選簿された時にどかすしてないんですよ、押したりすれば押してどかすことができないんですね、うん、何俺が泥棒の一味だと、失敬な、ここは俺の家だ、お前こそ出てけ。はい、これで外に出ましょうか。はい、貴族の屋敷行って通行証をもらってバルロッサの町に行けばいいですね、あとは、うん、でバルロッサの町行けばなんかね、そこの兵隊たちとね戦わなきゃいけなくなるみたいですね。はい、で、あの主人公の女の子と合流するって感じになるみたいです。で、二人タイプが始まると。あ、もうデジカメの電池が切れかけてるな。町長、どちら様でしたかな。え、なんでもバルクローサでは近々何やこれ、霊が発動されてるというのだ。え、ちょっと待って、この蝶々、おお、そういえばあなたは何、シートルを倒したとな。おお、まさか本当にやってのっけるとは。いやいや、正直なところどうせ逃げただろうとすっかり忘れておりました。面目ない、こうなった以上お望み通り通行証を発行するしかないでしょう。さあできました、これを持っていきなさい。よし、これでいけますね。これが目的でボスを倒したわけですからね、わざわざ。洞窟もあるんかな、行ってみるか一回。この下に洞窟があったじゃないですか、ちょっと行ってみましょうか。もうでもデジカメがないから、デジカメの電池がないから切れたらまあそれで終わりですけど、今日はね。うわ強い、やっぱ武器が強いから、武器買ったからめっちゃ強くなってるな。 こいつから倒した方がいいな、仲間呼ぶから。あ、でも選べないんや、なんか知らんか選べないんですねこれ、敵を。あ、逃げていった。このゲーム敵選べないんですね、その倒す順番みたいな、なんでか知らないですけど。あれ洞窟なくなってるやん。あ、こっちか、こっちや。あれ、ちょっと待って、地形変わってないかい、これ女の子でプレイした時と。あ、バザ増えてる。おお、強いな。はい、あれ地形変わってる気するけどな。あ、変わってないか、これか、この洞窟ですね。これこのカイエスで行っても意味あるんかな、この洞窟は。うん、確かにこいつ出てきましたね。
あの女の子の時も一発で倒せた。強い。宝箱とかは残ってんのかな。女の子が取った宝箱はそのままあれかな、遺物を目当てにうろついてた連中も帰って行ったし、我々もそろそろ引き上げようと思ってるんだ。あんたも金目のものを探しに来たのかい。残念だけどここはもう何も落ちてないよ。もう全部取ったってことやんな。宝箱はあの女の子は全部取ってるから多分意味ないのかもしれないですよね。こいつはね、あの女の子の時はめちゃ強かったんですよ。忍で戦った時はめちゃ強かったんで、これだ全然もう弱いですね、このガイエスであれは、うん、ああもう宝箱取ってるから意味ないな。もうこれ どいてくれないねんな、このゲームな。じゃあもうさっさとバルロッサの町行きましょうか。はい、この上ですからね。これ選べないんですよ。なんで選べないんでしょうね。スライムが最初になっちゃうんですよ。これ常時機押しても選べないんですよね、敵を。だから結局スライム倒すことになるから、逃げてった。なんで敵選べないんでしょうね、このゲーム。はい、さあ入りましょうか。関所はもうね、通行してもらってるから行けますよ。はい、ついて石段を降りるとマッカロックの町に続く道だ。はい、とりあえずまあこんな入れるんか。ここ知ってますか。何でももうすぐ町に玄海嶺かなが敷かれるそうですよ。いやー物騒なことですな。町あちこちに兵士ばっかり立ってやがる。とても仕事にならねえから他へ行くことにしたのさ。え、俺の仕事、野蛮なことを聞きこなしだぜ。忍の時ここの家の話聞いてなかったな、よく考えたら。首都バルクローサは三条都市だ。町そのものが難攻不落の要塞だよ。これを自慢するのが楽しみでね、ですねって。我々は首都の入り込もうとする不審な輩を取り締まっておるのだ。それがこの今のカイエスだと思うんですけど、不審な輩という。だから後でね、ここの兵士たちと戦うことになるんですよね。はい、旅の者か。もうすぐこの町は封鎖される。ここで足止めされたくなかったら早速町を出るんだな。ちこんな時に何しに来たんだ。そういえばさっきの町で宿屋泊まってなかったですね。すみません、今満室なんです。また日を改めてお越しください。私たちはドラールの村から来ました。これからいろいろ買い出しに行こうと思った矢先に兵士たちがいっぱい現れ、ここから外に出るなというので、すまあ今は無視して出て行っても怒鳴られるだけで済みますが、戒厳令かなの発動となったら容赦なく切りつけてくるでしょう。ああそういうことか。殺されるんや、この子ったらいつまでたっても気分けのない。あ、これか、この女、この子か。早くお買い物行こうよ。そういうことか。だからこのカイエスはここの兵士たちと戦うことになるわけですね、後で。一応売ってんのは売ってんのか。でも道具屋ですね。つかいらんの売ってまうか、装備してないもの。ロングソード売りましょう。はい、これは今装備してるんやな。これは女の子用の装備品だと思うんで、うん、あとはいいか。
下は行ってはならんぞ。こうまたこのねこの広い町探索するのちょっとん？何？あ、ついにあなたと会えたわ。この日をどんなに待ち焦がれたことか。だってとっても楽しみだったの。あなたのいろんなことを想像して死ぬ時はどんな悲鳴を上げているのかしら。お肉の美味しいのはってね。ああ変装してんのやな。今忍ぶの姿やったやんな。ボス戦みたいな感じやな。あ、聞かないじゃん。これめっちゃ強いんちゃうな、これ。負けるんちゃうな。負け戦か、これ。負け戦っぽいな。パーティーは全滅した。一発やられたやん。あ、今のはあれなんや。勝たなあかんかったんか。しまったな。一回もセーブしてなかったぞ。しまったなぁ。これ、全滅したらやり直しになるんや。そうかぁ。またさっきのあれ、シートロール倒しに行かなあかんや。しまったなぁ。まさかボス戦になるとは思わないしね。マジかー、またやり直しやん、最初から。今までのプレイ、水の泡やんか。またシートロール倒しに行って、で、通行証をもらって、また町に入らなあかん。まあでも、それだけの、あれやけどな。だから、よう考えたら、あんまり進んでなかったってことですね。今までのプレイは、そう考えれば。そんなに進んでないってことですね。もう敵できた。しまったな。こまめにセーブしないといけないですね、これ。こういうところが僕のロープレの下手なとこなんですよね。効率悪いんですよね。しまったな。そのボスを倒してシートロール倒した後にセーブしときゃよかったな。もうすっかり忘れてましたよ、セーブすること自体を。もう多分その前にデジカメ切れると思いますけどね。もう逃げてもいいか、敵。逃げよう。あ、逃げれないやん。逃げれた。もうなんか、あれや、もうこんだけ強ければもう戦わなくていいでしょう。こいつらでも強いから戦うか。経験値になりそうやから。あ、こっち1体ずつになるんやったらもうこっちの方がいいな。スライムはもう逃げた方がいいな、弱いから。これちょっと強いやつは戦った方が経験値になるから。しまったな。さっき武器屋で武器も買ったのにな、強くなったのにさ。そうか、しまったな。武器を買って装備してからボスと戦った方が良かったな。その方が効率良かったな。ほんと下手くそですね、僕ね、ロープレイほんまに。ボスと戦うんやったら、街でさっきみたいに装備整えてから行った方がいいもんね。普通に考えたら。効率が悪いな、本当に。何から何まで。
それも武器買ってから行くか。一回町戻って、でこれどこでもセーブできるのにね、こまめにセーブしなかったからこういうことになっちゃったんですよね。あ、でも親帰ってきちゃったな。全然進まなかったやん今日。結局 やられた一発で。これこうセーブにタイトル画面に戻されるって嫌ですね、やられたら。そういうロープレってちょっと鬼畜かなと思いますよ。他のやったらもうお金半分になってあのお待ち戻されるだけなのに、セーブタイトル画面戻されるって結構きついですよ。ちょっと親帰ってきちゃったんで、今日はね、まあ、デジカメの電池ももうすぐ切れるし終わりたいと思います。はい、まあ、武器買ってからセーブして終わるか。でこの次の時に続きやるって感じですね。またシートロール倒すところから。全然今日進んでないやん。じゃあほんま下手くそやな、ほんま。はい、あ、ロングソードいらない、ブロードソード。はい、でこれで装備整えて、ブロードソード、はい、これでいいや。はい、これでセーブしましょうか。あ、違う違う、あのダンジョンに入ってからセーブするか、湿原に入ってからセーブしようか。で続きやりゃいいや。あ、こっちじゃないや、こっちや。はい、はい、ここでセーブしましょうね。はい、そうそう、これねダンジョンでもセーブできるとこはいいですね。はい、じゃあこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。 YouTube ニコニコ動画のチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。